どっちが展示の方？あ、もしもし、今から3名で予約したいんですけど。はい、お手元座れますか？あ、はい、すいません。すいません。はい、それで。お名前？はい、片山と言います。片山様。はい。いや、俺もつなび嫌いやねん。そっ、好きや。え、なんで？すごいぞ。なんで？めちゃくちゃ。お前がじゃあ嘘ついてる、でっかい嘘を発表しよっか。何ですか？お前、苦しむぞ。今のうちに謝っとけよ。何や、今のうちに謝れるんやった。俺言うか？2階4番館もつ鍋、はいはい、もつ鍋を看板としたお店で僕らは今から見せてきた。ペッジャパン、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 ペッジャパン。で、俺ら登録者数100万人の顔していこう。いや、100万人の顔はできひん。も身につけてるものが違うわ、うん、1万人とかだったらいけるやろうけど。ここ全ここをさ全部タバコを吸えるところにするっていう勢いの良さね、うん、今少なくしてるやん意外と。でも逆に今タバコ吸えるんですよ、まあ、めっちゃ入るよらしいですね。お肉がメロンソーダとカルピスとお茶ですね。はい、ありがとうございます。夕張メロンソーダ。どう、嬉しい。夕張メロンソーダ。うん、これ夕張メロンソーダ。え、お前が頼んでくれた。お前のために頼んで。お任せって言ったらお前に。はい。じゃあ、はい、はい。乾杯。あ、でも普通のメロンソーダより甘く感じる。分からん。いや分からん。正直、俺普通のメロンソーダあんま飲まへんから。色つけただけやろ。なんでそんなんばっかり言うのお前。なあ。全部そういうの流してるからな。切らへんもちろん。俺たまに自分で切ったりするよ、わかる、うん、いや俺戻したりしてる。戻して気づかううちに入れてる。うまっ。それ耳側から。いろんな料理やな。これもだって韓国系のあれじゃん。お前とデート行きたないよ。評論家みたいな感じで嫌なこと言うの普通に嫌やわ。めちゃくちゃくるよ。いや、うん、いや、言わんでいいことを言って、ほんでお前はみんな分かってることを大きく言う。味の感想とかはで、評論家ぶる。色変えてるだけとかを言っていいよ。お前なんか特別な感じしたんやろ。うん、でも多分色変えてるだけちゃうって。いやでも結構なんか顔からにじみ出てるかも。今気づいたら気づいてほしいけど、なんかクレーマーみたいな顔してるわ。なんかにじみ出てるわ。うん、なんか言いそう。なんかちょっと不満に思ってそう。うまいし、うん、うまいし、なんかその米いらんの？いらんって、なんやねんそれ。冷めるわ。冷めるあ、俺ちょ、あれ頼んで、ラー油のせの豆腐食べる。ラー油、いやこれ明太子じゃない？いや、明太子入ってんじゃん、このつぶつぶがあるもん、これ。うん、つぶつぶがね、あ、もうええわ。つぶつぶがあって
もう、もうこれ、もういいよ、じゃあ。なんでこれ、猫ちゃん、え、どういうこと、今お前置いて、俺はスイッチオンしてない、え、それ知らんかったの、やば、言った言った、スイッチオンしてって、いやいや言ってないよ、でもすごい、え、ここから最初撮るよって気も、撮るもんやと思う、そう、俺もずっと撮ってると思ってた、角度とか、ほんで撮ってる最中に移動させる、置いて、目線、俺が、ね、目線がこうやって見た、撮ってみたいな目線ました、何やねん、いや、お前そうやで、え、ごめん、いや、いいよ、まあ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 、まあ、いいよ、できこれ撮って、これ撮っていいよじゃねえよ、お前、お前だろ、置いたら誰ですか、置いたら誰ですか、お前や、俺置いてない、ここに置いたら、俺ここ置いてないよ、ここ置いたらミッコじゃん、あ、じゃあミッコや、許さへん、あの時間がね、意味ある取ってこよう、はい、作って食べてるか、指示すんな、俺のタイミングでこうね、やめろ、うまい、早く帰りたい、早く帰りたい、ああ、そんな気持ちでやってたんか、それじゃなくてって言ってたよねポン酢薄まらないように穴開きで取ってねって言ってましたよ、これいきます、とりあえずね、見せて、見せて、見せて、うまうま、努力しろよ、ま、見せる、うまい、食べ、食べたい、うま、水炊きって味やっぱ染みるんか、柔らかいわ、へえ、なんか、まずこれ、いいですか、いや、はい、もう取れてたやん、これこれ、何してんねんお前、やめろ、お前それで取ったやろ一回、うん、やめろマジで、いただきますね、うまっな、うまいな、うまっ、お前さ、走れてんのな。でもこれな、聞いて。何？お前はその橋で行こうとしてん、うん、ってことはみんなこの橋いいよって思ってるってことだよ、うん。でも俺はお前の橋が嫌やねん。なんでそれ舐めたん今これ舐めた。もう全部だね。関係ないやんじゃん。今なんでみんな、みんな用の橋舐めた？めちゃくちゃするな、お前は。もう、もう。夜になればちょっとごめん、俺ね。暴れちゃう。うん、お前夜暴れるよね。いや、ちょっともう勝手に入れんといて。俺の勝手にさせて。なあ。何してんの、さっきから。だけ消してきます、ね、あ、すいません、ありがとうございます、うん、俺勝手に食ってるから寂しい、まあ、焼肉とかも勝手に入れるタイプ、うん、うわ、一生飯汚いわ、すいません、 YouTube 終了です、今の発言で、俺今の発言でお前一生飯食いたないわ、焼肉なんてさ、焼いてあげたわ、いや、いるわ、聞く、ちゃんと勝手に入れたりする、うん、お前と絶
対に飯食わへん。すいません、終了しました。今回でね、終了する、はい。ラーメンも行きません。家庭ラーメン入れんねやろ。どうやって。いやー、うまかったですね。美味しかったね。どうするこれ。ここ7時間のスープね。めっちゃうまいな。スープうまいね。うん。ほんまにうまかった。締め。お会計で。え？お会計で。博多の水炊き食べて。いや、マジでうまかった。締めのラーメン。お会計で。お会計で。はい、あ、ほんま？ここもすごい。雑炊でもいけんねんで。いや、これすいません。雑炊にして卵閉じてよ。胃が破裂する。すみません。胃がもう。あれまあこの後はな、締めのラーメン食うから。いや、悔しいよ、正直。いや、ここも美味しい。飲み干したいぐらい。飲み干したい。胃が破裂するから、ね。ああ、そっか。飲み干したい。飲み、なんでそいつに言うの？飲み干したいって。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ちょっと喧嘩しちゃったよね。はい、ごめんごめん。お殴り合いで。ということで、うん、ね、喧嘩しちゃって、美味しかったです。いや今日はでもなんか水炊きの聞いたら、はい、今日はたまたま空いてたけど、もう昨日満席やったんですよ。ごめん。そんなこと言うんや、そんなこと言ってるけど。いやみんな言えるなと思って。いや嘘やろって言ってるけど。いや俺は。おいカットしろ。奥さんが。いやでもうまかったしな、ほんまにうまかった。でも満席なの分かるけど、最後お前スープ飲んでない。全然嘘やわっていうの信じられへんわ、正直。言っただけやばすぎる。嘘やろ。うますぎて。いや美味しかった、マジで。常連さんしか来てなかった今日。あ、そうなの。確かにほぼ結構。でもお前信じられへんわ、その言葉。速さだけで一回言って。それは速さだけや。スピードでも全然思ってないし、ほんまに美味しくて、うん、7時間煮込んだスープがな、うん、美味しかった。飲んでないやん、お前最後。え ?7 時間煮込んだスープ、うん、あ、美味しいとか言って、お前いい顔だけして。俺鍋無理や。昨日もその人にいい顔だけして、うん、俺悪者。いや、お前はほんまに悪いことしてたよ。俺がいい顔してたのはもう別にいいとして、お前はほんまいい顔して、いい顔はしてたよ。今もいい顔して、ほんまは実際何した、うん、いや。スープ吐き捨ててんだよ。そんなことしたらやばすぎるやろ。おい飲んでない。俺飲んだ。いやいや、俺飲んでない。俺お酒も飲んだし。え、じゃあ飲んでるんだよ。でもお前は悪いことしてる。ただお酒や。はい、じゃあ行こう。ラーメン最後締めの、だって締めのラーメンしてないんだから。あんなうまいうまい言って。いや、うまかったけど、さすがに胃が破裂するってなったね。ラーメンももう正直今。いや、ない。いや、でもうまいとこ聞いたから、インクルージョンの米沢さんっていう人。誰やねん。誰やねん。嘘。